こんにちは、キバです。今回はソニーから発表されたばかりのおすすめの最新ワイヤレスイヤホン2種類、商品レビュー、付け心地、見た目などをご紹介したいと思います。まず1点目がソニーのリンクバッツフィット、価格 29,700円のカラーブラックです。色違いで他に3色あります。こちら発売自体は11月15日です。ただもうすでにソニーストアで予約購入できるようになってます。それでは早速開けてみたいと思います。まずパッケージ、ナチュラルで落ち着いた感じのエコパッケージでできてます。蓋を開けるともうスマホからすぐに接続できるようになってます。そして本体がこんな感じでめちゃくちゃ高級感あります。もうこれは見てるだけでも持ってるだけでもテンション上がるような、ソニーのブランド価値も相まってめちゃくちゃイケてます。そして今回個人的に一番気に入ってるポイントは、すごい小さくてめっちゃ軽いです。ノイキャン付きでこれだけ小さくて軽いのって他に知らないんですけど、まあ、僕ガジェット関係とかこう持ち歩くもの多いんで、なるべく一個一個が小さくて軽いものが好きなんですけど、これまさにフルスペックのワイヤレスイヤホンで、なおかつ小さくて軽いで、蓋の部分がこのツヤありで、下の部分はマットなデザインになってます。見た目的にも、まあ、黒一色なんですけど奥行きがあっていい感じです。まあ、ただ一個ツヤありのしょうがない部分なんですけど、指紋が結構目立ちます。ただ今回ソニー公式からシリコン製のケースカバーが発売されてて、まあ、カラーで雰囲気変えたりとか、まあ、実際にこうケース保護する意味でもカスタムしてこう人と差別化できるように、ファッションアイテムの一つとしても使えるように着せ替えできるようになってます。そしてケースの下部分にタイプ C の差し込み口とペアリング用のボタンがついてます。残念ながらワイヤレス充電機能はついてないです。そして蓋開けるとこんな感じで、もうケースいっぱいいっぱいにこの収まり具合がめっちゃいい感じです。そして本体部分、本体もかなりコンパクトです。でなおかつめちゃくちゃ軽いです。そしてイヤーピース、これ今 M サイズ装着してますけど、 SS から L サイズまで全部で4サイズ変更することができます。でこれ僕今回紹介する前に1週間ぐらい使ってみたんですけど、つけ心地がめっちゃ良くて、その要因となってるのがこの耳に入り込むイヤーピース部分がすごい浅くなってて、ノイキャン型のイヤホンって結構奥まで入ってしっかりフィットする感じのものが多いかなと思うんですけど、その反面長時間つけてるとちょっと疲れてきたりするんですけど、これは耳に浅くしか入らないんで長時間つけてても違和感とかもほとんどなくてめっちゃつけ心地がいいです。ただその浅いのでフィット感を補強するためにこの先っぽとんがってる部分で耳に引っ掛けて安定させるようになってます。実際につけてみたいと思います。こんな感じでまず本体自体小さくてすごい軽い上に、このつけ心地、耳の奥まであまり入らずにこのとんがった部分のサポーターでしっかりフィット感もあって、実際にランニングしたり運動したりしたんですけども、全く取れそうな不安とかないです。そして大事な見た目の部分なんですけど、かなりコンパクトで耳からこう飛び出す部分も少ないので、いかにもこう何かをつけてるようなイヤホン自体がそんなに主張しないので、見た目的な違和感も少なくてシンプルでめっちゃいい感じです。でさらに今回このサポーター部分見えてるところ、ここもケースと一緒で着せ替えできるようになってて、こんな感じの色違いで全部で5色あるんですけど、フィッティングサポーターをこう着せ替えできるようになってます。なので他の人とあんまり被りたくない人とか、まあ本当ファッションアイテムとして少し差別化したい人におすすめです。まあ、今回商品名にもあるようにリンクバッツフィットということで、僕今までいろんなワイヤレス製品試してきたんですけど、フィット感と付け心地、軽さはダントツ一番いいです。一日中つけてても疲れにくいし、ちょっと激しいランニングしても全く心配いらないし、なので特にこうヘビロテでつけてる時間が多い人とか、まあ、スポーツでつける人には特におすすめです。でソニーのフルスペックのワイヤレスイヤホンということで、まあ、正直機能はもうてんこ盛りで、まあ、めちゃくちゃ音にこだわる人は以前紹介した WF1000 とかがいいと思うんですけど、もうほとんどの人はもう十分満足できるぐらい、もう考えられるいろんな機能ほとんど入ってるんで、で機能的なことはもう専門家の人たちが動画アップしてるんで、そちら見てもらいたいんですけど、まあ、僕が1週間使ってみて、まあ、この商品ならではの特にいいなと思ったのは BGM エフェクトというやつなんですけど、これ特に仕事とか集中するときにいいなと思ったのが、僕も普段パソコンするときに音楽聴きながらするんですけど、この BGM エフェクトをオンにするともうまさに BGM のように少し遠くのスピーカーから音楽が聞こえるような感じで、すごい作業に集中しやすかったです。
続いて2点目がリンクバッツオープン。こちらも 29,700円のカラーブラックです。一応色違いでホワイトもあります。こちらはすでに発売中です。こちらはノイキャンはついてないんですけど、もうここ数年大人気のオープン型のイヤホンです。早速開けてみたいと思います。箱はさっきと同じような感じです。蓋開けるとこんな感じで、この辺も一緒ですね。てか見た目もめちゃくちゃそっくりです。まあ厳密に言うと微妙にサイズ感違うんですけど、こっちがフィットでこっちがオープンなんですけど、もうほとんど変わんないです。でこのケースのツヤとマットな感じも一緒で、同じくタイプ C の差し込み口がついてます。これも残念ながらワイヤレス充電はできないです。で中身がこれも綺麗にコンパクトに収まってて、このソニーオリジナルのドーナツ型の穴の開いたオープン型のイヤホンになってます。まあ一般的にはあの耳の上にかけるタイプとか、この耳に引っ掛けるタイプとか、こう結構形的にごっついものが多いと思うんですけど、これはオープン型なのにさっきのフィットと同じようなサイズ感で、なおかつこれもまあ同じようにめちゃくちゃ軽いです。でこれも透け心地浅くて、ちゃんとこのサポーターがついてて柔らかくて透け心地もいいんですけど、しっかり耳にフィットしてくれます。リンクバッツオープンつけてみました。ちょっとこの穴の開いたドーナツ部分見づらいと思うんですけど、ちゃんと空間があって穴が開いてるんで、人の話し声とか街歩きしててもこう外部音とか普通に入ってきます。まあ個人的にはこの1週間使ってみて、相手がいる仕事中とか家で子供の世話したりしながらそのままつけといたりとか、あの外で運動したりランニングする時とかに、さっきのリンクバッツフィットも外部音取り込みでもいいんですけど、公道を走ってる時とかにちゃんと外部音入ってくるんで、より安心感があります。でまずパッと見の見た目、まあ、リンクバッツフィットと似てて、まあ、これもいい意味で存在感がなくてシンプルで、あのいかにもこうイヤホンつけてる感がなくてスマートでめっちゃいい感じです。でつけ心地は本当さっきと全く一緒で、落ちる心配とかも全くないし、軽くて長時間つけてても疲れない感じです。で音質がどうかなってちょっと心配だったんですけど、しっかり低音も響くし音圧もあるし、まあ、さっきのリンクバッツフィットに比べるともちろん劣るんですけど、まあ、全然物足りなさとかはないです。でこっちはイヤーピースとかついてないんですけど、まあ、さっきのこのとんがったサポーターもあって、どんな耳にもフィットするように作られてるそうです。こっちはさっきのリンクバッツフィットよりより一日中つけても疲れが少なかったです。この2つ見た目的には結構似てるんですけど、用途が結構変わってくるかなと思います。オールマイティなリンクバッツフィットと、ただもうすでにノイキャン付きのイヤホンとか持ってる人が多いと思うんで、使い分け用にこのリンクバッツオープン、まあ、特に複数人で仕事する時とか子育てとか家事しながらつけときたい人とか、外で運動する人にはこのオープン型めちゃくちゃいいなと思いました。で結構長時間 PC で作業する人とかは、電池切れ用にもワイヤレスイヤホンの2つ持ち、まあ、1つ切れてまたケースに入れて充電しとく間にもう1つの方を使っておくみたいな、そういった使い方にもいいかなと思います。でこのリンクバッツオープンにももちろんケースカバーとかサポーターを交換するカバーも発売されてます。ということでソニーから発表されたばかりの話題のリンクバッツシリーズ、気になった方は動画の説明欄にそれぞれ商品のリンク貼っておくんで、そこにスペックとか詳細も分かりやすく書いてあるんで、気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。あとソニーストアで実際につけ心地試したり音も試したりできるんで、ぜひ近くの方はチェックしてみてください。ということでこのチャンネルではこういった感じでおすすめのガジェットやファッションアイテム紹介してます。よかったら YouTube、Instagram などチェックフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。